それではですね、こまちゃん本番1日密着 Vlog をやっていきたいと思います。今回は4月29日から5月5日まで大分のパークプレイス大分という場所で行われました誕生祭に出演させていただきました。こんな屋外の開放的な素敵なステージでバトンができたこと、とっても嬉しくて楽しかったです。お客さんがここにずらっと並びます。もう本当にショッピングモールなので、お買い物しながら見てもらうっていう感じで、あちこちにお客さんが見てくれました。この日はですね、皆さん揃ってのゲネプロになりますので、そのための準備を行っております。この日はね、いい天気で、でもちょっと風がやっぱりあるんですよね。ちょっとそれが心配なんですけれども、ちょっと準備をしていきます。4年前ぐらいにお仕事させていただいた方からまたお声掛けいただいて、今回このイベントに参加させていただけることになりました。順番にですね、テクニカルのチェックをしながらリハーサルをしていきます。こちらは平井選手ですね、平井美久さん。そして僕のソロがあります。慣れない3バトンもやっております。いろいろとつまずいております。そしてフラフープの神谷里穂さん、僕ら3人でステージに立つんですけれども、シルクアブレイズというユニットでステージに立たせていただきました。そして皆さん揃ってちょっと打ち合わせをしております。そんなこんなで1日目が終わりまして、本番当日の朝になります。ホテルでのんびり過ごしてコーヒー飲みながら結構 YouTube を見てましたね。この日はよしみちチャンネルを見ています。もちろんウルトワも見てます。1日目の朝は雨と強風でかなり過酷な状況の中やりましたね。ステージが濡れてしまうのでブルーシート引いていただいてます。こちらは楽屋ですね。中リーサ先生の壁紙かなと思うような黄色い鮮やかな壁紙のところ僕は陣取っています。そしてまず楽屋に着いたら僕は顔面作りをします。結構久々に化粧するといつも何しなきゃいけないんだろうって結構戸惑ってたんですけど、まあ、ちゃちゃっと顔面を作っていきます。そしてサクサクサクっとストレッチをしていきます。ここは楽屋ですね。かなり広い大部屋だったので皆さん一緒に過ごすことができました。壁際にバーッと机を並べて、皆さん道具を広げて真ん中にケータリングというかお弁当とかを置いていただいて、差し入れのお菓子とかをもうとにかくつまみまくってましたね。そしてこちらはクラウンのビンゴさんです。皆さんのムードメーカーで、初めましての方がかなり多かったんですけれども、それを感じさせないぐらいこう人と人との距離をギュッと縮めてくださった本当になくてはならない存在でしたね。ビンゴさんがあっての皆さんとの楽しい時間、絆というか家族のような時間が生まれて、いいステージができたんじゃないのかなと思います。そしてこちらは相方の平井美久さんですね。筋トレとストレッチをしながらそのまま準備していきます。彼女はですね、同い年の31歳なんですけれども、デビューも同じ小学校5年生で全日本選手権デビューをしまして、その時に2バトンで一緒にずっと戦ってきました。本当に戦友です。珍しく早口です。本当にこの人こそ戦友だなと思うような人ですね。ここまで一緒に続けてこれたこと本当に嬉しいんですけれども、一緒にまさかペアができるなんて思ってもいなかったので、本当に噛み締めて楽しんでいこうねっていう風にいつも話しながら練習から取り組んでいました。とにかくもう笑いが絶えないですね。もう本当にただただ練習から本番も楽しかったです。こんな時間もったいないよねっていう感じでずっと楽しみながら過ごしていきました。そしてなんかよくわかんないけどチューブのトレーニングとかもして体を温めます。その後にステージ上で軽くアップをさせていただいています。
結構風が強いので、風のチェック、天気のチェックとか太陽の見え方とかをチェックして物の準備をします。ステージの周りにですね、噴水が見えると思うんですけど、そこの水にボトンが落ちないかっていう恐怖と戦いながら、あと天井にあるワイヤー、これです、ワイヤーに当たらないようにというのをね、考えながらやるのが大変でした。そしてお弁当いただきます。もうすぐワークショップが始まりますが、もう強風でやばいです。でもこの開放的なこちらでみんなとバトン楽しみます。そしてこちらの開放的なところで1時半から30分ほどワークショップを行っています。とても開放的で気持ちがいい時間です。この日はいい天気ですね。客席から見たステージです。超開放的、気持ちいい、マジで。そして楽屋に戻りまして、本番に向けて準備を行っていきます。1日のスケジュール的なことを言うと、11時に楽屋入りをしまして、で化粧してストレッチしてステージでアップをします。その後にお昼ご飯を食べて、1時半から30分ちょっとぐらいワークショップ、皆さんと元の人と交流をしまして、2時半ぐらいに楽屋に帰ってきます。それから、まあ、化粧を直したりして着替えたりしてこうアップをしていくんですけど、次の本番が3時半なので1時間あるかないかぐらいなんですね。結構タイトで、その時にこうどうやって気持ちと体を持っていくのかっていうのが結構しんどい時もあったりとかして、それがこう課題だなと思いながら日々やっていました。とにかく音を聞きまくって体を温めてっていう感じで鳴らしていきます。これが本番30分40分前ぐらいかなの光景ですね。もうビンゴさんがなんか面白いことをよく言うんですけど、もうイヤホンして全く聞いてないですね。自分の世界に入ります。そして本番30分前ぐらいになったら3人で隣の部屋で合わせていきます。いつもこんな感じで和気あいあいとやってます。恒例のエンジンタイムです。ちょっと今日は朝からまともにケポチャしたので、最後まで気をつけろという神様のメッセージをちゃんと聞いて最後まで気をつけてやります。ピカーン。今日はみんなと踊れるの最後なので、楽しんでパワフルに楽しみたいと思います。ピカーン。やりきります。ピカーン。よし、池田裕介です。ピカーン。発行。よし、始めていきましょう。せーの、シルクパブレイス。配信してないです。大人の事情で音楽は割愛させていただいてますが、この時は本当に西日との戦いです。西日がやべえって感じでやってます。お客さんとの距離はもう2メートルぐらいですかね。めちゃくちゃ近い距離でアイコンタクト合わせてこうリアルな反応を見ながら、子供がキャッ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 喜んでくれてるのとか、大人の人がこう見入ってくれてるのを見たりしながら演技するのはすごい楽しくて、なんか贅沢、僕がやりながら、あ、贅沢だなっていう風に感じる時間でした。マジで大分の人あったかくて、もう迎え入れてくれる感じ、もう本当にやってて楽しかったですね。なんかお客さんの顔が忘れられない、目に焼き付いてます。本当に贅沢な時間でした。そして最後は平井美久さんとのペアになります。シングシングシングでやったんですけど、もしよかったらインスタの方でチェックしてください。僕らのライバル関係をそのまま映し出そうということで、もう最初はバッチバチで、もう大丈夫この2人っていうぐらいもういがみ合って始まるんですけど、最後の方はこうやってもうノリノリで魂爆発して、めちゃくちゃ楽しいナンバーでしたね。本当に忘れられない一曲に出会え
出会わせてくれて感謝。そして最後に行われたチャレンジコーナーです。見てください、マジですごいから。これ2人で縦とフラットのダブルトスしながらダブル、うぃー、見ました。本当に素敵なスタッフさん、素敵な共演者の方々、そしてもう本当に心から喜んで楽しんでくれた大分のお客様に恵まれて、楽しいステージを皆さんで作ることができました。こんなに名残惜しくて、なんか楽しそう、かわいい、みんな本当に喜んでくれて、自分たちもこう喜び合って、こうお互い尊重してリスペクトしてできたのが本当に幸せでした。みんなありがとう。この動画がいいねという方はグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。Coming, just, oh.